道に迷っちゃって足もくじいちゃって暗くなってきたし、こういう時って登った方がいいの下った方がいいの？こんにちは、イラストレーターの松田優です。今日はですね、初心者の方向けに道に迷った時、ね、例えば怪我しちゃってね、暗くなってきちゃって道が分かんなくなっちゃった、もしくはね、歩いてた道がもう崩落してなくなっちゃって行きも帰りもなくなって、とにかく登山道から外れて迷ってしまった時、こんな時は下ってはいけないって言いますよね。下らないのが鉄則だとか言いますよね。これね、初心者の方ね、ちょっとピンとこないと思うんですよ。だってね、下ればね、だんだん麓に近くなるし、上に登ればね、だんだんこの寒くなったりして条件悪くなるじゃないか、下った方がね、早く麓に着けるんじゃないのって思うかもしれませんけれども、例えばこんな山、全くね、その谷のない、まっすぐなこの面の円錐状の山、それがね、この平たい大地の上にね、ポンとある独立峰である。こんな山だったら確かにね、迷った時道から外れても下った方が確かに麓に、早くたどり着けて安全かもしれません。ところがね、こういう山ってのはほとんどないんですよ。大抵の山っていうのはね、下に行くと沢があったり峡谷があったりしてね、このポケット状にね、このトラップのように谷がね、いっぱいあるんです。ここでよく言うのが、下れるんだけれども登り返せないような道。はい、道迷いしてね、いろいろさまよってね、怪我なんかしてればなおさら体力的にもうかなりいっぱいいっぱいなんですよ。そういう時ね、なんとかここ下れちゃったんだけれども、すごい急なところ、ところがもう二度とね、そっから出られなかったりする、そういうケースが結構あるんですね。同様のケースに、自分の意思で下ったんじゃないけれども道が危うくてそっから滑落して落っこってしまったっていうような遭難例もあるんです。今回は2010年8月に百名山の両神山、あそこで、遭難された方がいるんですけれども、その方の例をとって、いかにその下に落ちること、下に、下ることも同じなんですけれども、そういうところがどんな地形的なリスキーな地形が待ち構えているのかっていう事例がありますので、こちらをどうぞ。はい、それでは地形図上で説明します。これは国道地理院からダウンロードした2万5000分の1をパソコンの画面上に表示させたものです。ここが日向大谷の登山口ですね。ここから通常ルート、登山道を通って、清滝小屋を経て、ずっと歩いていって両神山山頂、これはね、私の動画で両神山を登った時と同じルートなんですね。そして、遭難した A さんですけれども、行きは私と同じこのルートを通って、両神山山頂まで行かれたんですけれども、帰りはこの清滝小屋まで戻ってきて、帰りはこの七滝沢ルート、こちらを通って帰ろうかなと思ったようなんです。この地形図ではどちらのルートもこのグレーの破線で表示されてますけれども、皆さんがよくお持ちの山と高原地図5万分の1ですね、あの地図ではここに出しますけど、こんな感じ、この正規ルートは赤線になってますけれども、こちらの七滝沢ルートは破線で表示されてるんですよね。これどっかで見たことありますね。そう、いわゆるマイナールートなんですね。そして A さんはこのルートに入って1時間ぐらい歩いたところで、
もう道がなくなってしまって斜面をこうずりずりトラバースするように歩いて、そして、ある拍子で滑落してしまったっていうことなんですね。このルート全体、七滝沢ルートが1時間半ぐらい下りのコースタイムなので、1時間で、滑落されたということであればこの辺りじゃないかって推測されます。ここをちょっと拡大して見てみますと、確かにここにルートがあるんですけれども、これを東高線側にこうトラバースして見失って、まあ、道がなくなっちゃったんだと思うんですけれども、2万5000分の1ですから、東高線一区間は10メーター、10メーター、20メーター、30メーター、そう、確かに40メーターぐらい落ちたという報告になってますんで、この辺りではないかと推測されます。これね、山登られる方、ベテランの方、地形図から読み取ると、確かに東高線が混んだ沢ではあるけれども、そんなびっくりするほどね、この落ち込んで崖っぷちを下に落ちたっていう感じではないんですよね。ところが A さんは、この時もう足を複雑骨折されていて、ここからなかなか抜け出すことができないっていう状況に陥ってしまうんですね。結論から言うと、 A さんは怪我をしてこちらに登ったり下ったりを繰り返すんですけれども、最後やはり道を見つけられずに力尽きて、この沢沿いで倒れているところを救助隊に発見されるんです。救助隊が発見した時ももう A さんは動けない状態で、沢が増水して A さんが流されてしまう、もう直前にね救助したということなんです。さて、この程度の東高線のね、混み具合でもそんな恐ろしいことが起きてしまうのに、ちょっとこの正規ルートの方に戻って見てみたいと思うんですけれども、この清滝小屋から下ってきたこの辺りね、これ見る人が見ると恐ろしいって感じると思うんですけども、この崖っぷちのマーク、断崖のマーク、こういうところもこの登山道がうまく避けて設置されてるんですね。逆に言えばここから滑ってここの崖を落ちてこの沢に落ちてしまったりしたらね、両側ここ崖ですよ。ここからね、疲労したり怪我をしたりした状態で、脱出するのはいかに大変か、いかに恐ろしいところかっていうことがわかると思います。はい、いかがだったでしょうか、ね、怖い事例ですよね。この A さんって方は10日間以上もねそのさまよって、最後その河原でね動けなくなるわけですけれども、そこまで頑張ったんでね、捜索隊が来て助けて、で命は助かって、その怪我した足もね元通りになったということだったんです。確かにね、沢に降りた時何かライフポテンシャルがあるとしたら、こう水があるんで水を飲めるっていうことはいいことかもしれません。しかしね、それ以外はまずいいことあんまりないんですね。まず第一に、その峡谷だったりしたらそこから抜け出せなくなる。で、捜索隊が探す順番としては、まずは登山道、そこから次にその滑落したと思われる沢をこう探すんですね。だから捜索の手も意外なところに落ちてれば落ちてるほど遅くなる。さらには山の天気っていうのはね、もうしょっちゅう雨降るのが普通ですから、増水によるね、今度沢が増水してきて、自分が大丈夫だと思っていた河原がね全部水に浸って、今度は水難による恐ろしさ、そういう危険性もあるということなんですね。でその深い谷であればあるほどね、SOS の声を上げようが、火を焚いてのろしを上げようが、なかなか外部からはこう見つけにくい、空からもね谷の深いところってのはなかなか見つけにくいっていうことなんです。だいたいまとめますと、まあ、そもそもね登山道っていうのは、その登山者を安全に上り下りさせるために、沢にね落ちないように
沢が通っているところを避けて、峡谷のところとか谷は避けて上手に作られているんですよね。ですからそれを外れて全くその登山道以外のところを下るっていうことは、それだけそのリスキーなあの沢のポケットとか谷のポケットに入ってしまう、そういう恐れがあるんです。なので、遭難した時は下ってはいけないっていうのが大原則。その場安全なところであればそこにステイするか、少し登り返して、登山道を探すか、このどっちかにしなさいっていうのはそのためなんですね。いかがだったでしょうか。初心者の方なんかね、こう迷った時にね、こう下ろうとした時に、おいちょっと待てよ、なんかゆうさんのチャンネルってなんか下ると怖いことになるって言ってたぜっていうね、ちょっとこの怖めな動画を作ることによってね、そういう注意喚起になればいいかなと思って、作ってみました。それではね、緊急事態宣言長引いてますけれども、このままいくとね、なんか梅雨の走りになってきそうでね、なんとかね、その5月のね、いい天気の間にね、もう一回山行きたいなと思っています。それではまたハウトゥー動画かバイク動画か山登り動画でお会いしましょう。さよなら。